皆さんこんにちは。今回はあれですね、先日まあデフラグ紹介したんですけど、今回はレジストリの掃除方法をご紹介します。というわけでですね、はい、ということで今回使用するツールはこいつですね。なんて読むかは分かりません。なんとかレジストリークリーナー4ということでね、まあ、この名前でググってもらえばまあ出ると思うんで、まあ、大丈夫ですね。はい、それではやりましょう。はい、まあ立ち上げるとこういう画面が出ますね。はい、ということでですね、まずはレジストリを消去する前に消去しているレジストリをまあ検索というか、まあスキャンをするんです。まあしないといけないんで、まあスキャンを実行します。まあこの、なんとかレジストリークリーナーのまあ無料版ですねならば、このスタートボタンっていうこの再生ボタンみたいな感じのやつを押せばスキャンが開始されます。それでは押しましょう。はい、現在スキャン中ですね。はい、というわけでですね、まあやってる間ですね、まあ少々待ちますね。現在このバーがまあ検索中ですよっていうまあサインみたいな感じですね。はい、ちょっとですね、現在撮影時間の方がですね、わかりますかね、5時6分、ここ見ればわかると思うんですけど、はい、ちなみにこれあれですよ、夕方の5時じゃないですよ、朝の5時ですからね。はい、深夜じゃし、早朝5時ですね。もう深夜じゃないですけどね、もう5時や。はい、まあ5時6分ということでね。はい、うん、まあ眠くはないですけどね。はい、まあ今日ちょっとまあ寝てたんで、まあ眠くはないんですけど、ちょうど小腹が空いてきたかなっていう感じですね。はい、ということで、そうやって無駄話をしている間にまあスキャンが終わりましたね。はい、スキャンが終わるとこういう感じでですね、表示されますね、画面に。まあ、こんな感じでですね、まあ2種類あると思うんですけど、こういうチェックが入っている緑色のやつは安全に消去可能なレジストリです。そしてですね、ここにある黄色いのには消去には注意が必要なレジストリになっております。というわけでですね、このなんとかレジストリークリーナーには安全に消去できるまあレジストリにだけまあ最初はチェックが入っています。まあ別に注意が必要なレジストリもチェックを入れれば消去できるんですけど、まあ今回はまあ安全なやつだけを消去したいと思います。まあちゃんとスキャンすることができたら、まずレジストリの修復、問題点の修復というのを押します。それではポチッと、そうするとまああれですね、緑色の安全に消去可能なレジストリだけが、消去されましたね。はい、まあこれをそうするとどうなのかっていうね、まあやるとですね、まああれですね、まあ長い間 Windows 使っているとレジストリ、不要なレジストリっていうのがたまってですね、動作がまあ重くなるんですね。まあそれを改善するために、まあ不要なレジストリをまあ掃除してくれるのがこのレジストリークリーナーです。まあいろんなレジストリークリーナーがフリーソフトとかでも公開されてるんですけど、まあ今回このなんとかレジストリークリーナーのをまああれですね、まあ紹介してみました。ちなみにフリーソフトですので、まあこの名前でググってもらえるというか検索かけてもらえれば、まあ出ると思います。はい、まあ日本語にも対応してるんでね、まあ本当に使いやすいものだと思いますね。でも一つだけちょっと注意がありまして、このレジストリをですね消去するとですね、まあ Windows が起動しなくなる場合があります。まあまあ本当はまあ安全消去可能なやつだけはまあ消去すればまあ問題はないんですけれども、あれですね、まあなんか必要なレジストリとかをまあ消してしまうと Windows の方が起動しなくなるんで、まあ注意が必要ですね。必ずレジストリを消去する前にバックアップの方を取ってくださいね。このソフトでもこのバックアップが取れますね。レジストリな完全なバックアップを作成しますってね。ちゃんとレジストリを消去する前にこれでバックアップを取ってから、レジストリの方を掃除することをお勧めします。はい、それでは今回はレジストリの消去をやってみました。はい、それではさようなら。